カーサッパ県はパラグアイ南東部の県。県とはカーサバ。2016年の人口は18万2039人で18、県中12位。オレンジが特産品。東部は開発が少なく熱帯雨林が残っている。北にイビタリシー山脈が、南にサンラファエル山脈がそびえる。西部は沼地が広がり、 東パラグアイ最大の手ビクアり川が流れる。サンファンネポムセノとタバイを結ぶ高速道路より南の熱帯雨林に多くの先住民社会がある。ムバヤ人とアチェ人は森の中でトウモロコシやキャッサバ、イエルバマテを栽培している。彼らの土地は保護区に指定されているが違法に伐採やブラジル人の大豆栽培が行われている。1607年、パラグアイで初めて フランシスコ海が訪れ、多くの町を建設した。1786年、サンファンネッポムセノが建設された。19世紀、オーストラリア人が入植し、社会主義植民地を建設した。1906年、第6県に改名された。1973年、カーアサパ県に改名された。最高気温は、摂氏37度、最低気温は、摂氏1度で、 平均気温は摂氏21度、降水量が多い。ありがとうございます。